皆さんおはようございます。立山に新しい風を皆さんと起こしたいと活動しております。立山市議会議員の室敦美でございます。日曜街頭演説、今日で161回目になります。今日は今行われている参議院議員選挙に関連して選挙のことについてお話ししたいと思います。6月議会も終わりまして7月に入りました。今参議院議員選挙が行われていますが、なかなか盛り上がらないというか、候補者がこちらに来ることも少ないので、まあ、テレビではねやってますけれど、皆さんあんまり選挙のムードになってないんじゃないかなと思います。参議院選挙になりますと、投票日が7月10日ということで、選挙期間も長いので、なんか間延びした感じがあるとは思うんですけど、まあ、候補者にとっては回らなくちゃいけないところが多い。例えば、千葉県で言いますと県内全域を回らなくちゃいけないので、まあ、そういうこともあって長い期間取っているんだと思います。市長選挙とか市議会議員の選挙だと、まあ、1週間なんで結構盛り上がったり、あるいは市議会議員だと候補者がたくさんいるので選挙カーが、ね、たくさん走り回って、まあ、嫌でも分かると思うんですけど、この国政となりますとなかなか盛り上がらないうちに終わってしまうということもありえます。実は、投票するつもりでいても当日あっとうっかり忘れたということもありえますので、まあ、できる方はなるべく、期日前投票、今は期日前投票は夜8時までやっていますので、何かのついでにもう投票しちゃった方がいいかなと思います。皆さんのお手元に、投票の案内が来てると思うんですけど、あれはなくても大丈夫なので、立山市の場合は市役所の4号館でやっています。で、当日は7月10日は立山市は今回から、夜は6時で終了になりますので、まあ、間違えないようにとにかく、ね、前日までにやっておくっていうのが私はおすすめです。で、今日お伝えしたいのは、熊谷県知事さんが Facebook で選挙に関して非常に面白いこと、面白いというかとても納得できることを書いていましたので、皆さんにもお話ししたいと思います。本当に本質をついたことなんですけど、まあ、ここまでよく言ってくださるなっていうような表現もあります。まずは現在、じゃあ皆さん特に参議院議員選挙というと会ったこともない人だ、誰に入れたらいいかとっても戸惑うと思います。私もよく聞かれて、誰に今回投票したらいいのって聞かれたりします。で、まあそういう時に、言っているのは、理想の候補者政党というのはなかなか現れませんということを、そして白馬の王子様は永遠に訪れませんって書いてます。要は自分がもう本当にぴったしでこの人しかいないぐらいの惚れ込む人っていうのはなかなかいないですし、何もかも自分の主張とぴったしっていう人はね、まあ、基本的にいないと思ってくださいっていうことですね。その中でベストではなくてもベターを選ぶ、一番いいかどうか自信がないかもしれないけど、まあ、なるべくより良い人を選んでみましょうねって、まあ、選挙ってそういうもんですよっていうことをおっしゃってます。で、その上で、じゃあ誰を選ぶか、選挙っていうのは英語でキャンペーンっていうそうです。まあ、確かにキャンペーンのように、まあ、選挙の時だけいいことを言う、有権者の関心を買うようなことを言う、あとは何も言ったこともやらない、そんな批判をすることもあると思います。ただなぜそうなっているかというと、有権者が選挙の時しか関心を示さないからそうなっているとも言えるというふうに書かれています。皆さんも、まあ、選挙の時はじゃあ誰がいいのかなとかいろいろ考える、一応考えますけれど、じゃあ自分が投票した人が、まあ、これは国政に限らないんですけど、市議会議員とか身近な方でも投票した人がどんな仕事してるのかなってちゃんと見てますか？基本的にはね、なんか見てないと思います。例えば議会で、質問というのが年に4回ありますけど、まあ、そういう傍聴とか何を主張しているのか、どういう人なのか、
少なくとも現職であればそうやってあのチェックする場っていうのはきちんとあるわけなんですね。まあ、そういうことを全くしないで選挙の時だけ誰がいいかなみたいにすると、出る方も選挙の時だけあ私はこんなことしますよっていいこと言って、その後何もしなかったとしても皆さん何も見ないので、それで済まされてしまってまた次も選ばれる、そして皆さんはあんな人が議員になってって文句を言う、まあ、そういう繰り返しになってしまってると思います。なので、選挙っていうのは皆さんの責任でもあります。とっても大事な、例えば市長市議会議員だと4年間を託す、その4年に1回の機会ですし、参議院となると6年の任期ということで非常に長い間やってもらう、それを選ぶので、もちろん選挙の時にいろいろ調べることは大事なんですけど、普段から何をやっているか、特に自分が投票した人に関しては責任を持ってチェックして、思ったような言ったことと違うじゃないかって言ったら次は入れないとかですね、他の人に投票する、まあ、そういった投票行動を皆さんがしていくことで、議員さんの資質も上がってくると思います。確かにですね、あの議会の時に傍聴、最近はネットでも見られます。それでネットで、過去の動画を見たりとかそういうこともできますけれど、実はその場にいて聞いてもらう方が、あの、まあ、人間なので質問する方も答える方も非常に緊張感がありまして、あまりいい加減なことは言えないなっていう、まあ、そんな雰囲気にもなります。ですので私は、まあ、選挙ももちろんですけど、例えば身近な市議会議員の議会の時には皆さんにできるだけ見に来ていただきたいなと思って、私も見ていただいた時に、あ、こういうふうに頑張ってるんだな、あ、こういうことはぜひやってほしい、そういう議員なんだなっていうことを分かってもらえるような、あの、働きをするように心がけています。それからですね、あの、特に市議会議員の選挙とかだと非常に身近な人で、選挙以外の時にも関われる時があるんですけど、国政となると基本的に会ったことがないとか喋ったこともないで、これからも会える可能性がない、まあ、そんな人を選ぶっていうのは非常に難しいことだと思います。ただ今はネットの時代でもありますし、実は直接、いろんなことを提案したりとかそれを聞いてもらったり、そういう機会もあります。私なんかもいろいろチェックしてるんですけど、例えば SNS で、あの、Twitter とか、あの、河野太郎さんとか非常にチェックをしていてですね、誰かがこういう問題があるんだよと言ったらすぐ対処しますってネット上でやり取りしたりとか、まあ、そんなことを見ていると、あの、非常に分かりやすいです。で、ちょっとおかしいなと思うのは、あの、議員がいろんな自分でやってることを皆さんにお知らせしようとすると、それが売名行為だっていう人もいます。あ、同じ議員の中でそういうふうに言う人がいます。でも皆さんね、選ぶときに普段どういうことをしているのかわからないと選べないと思うんですね。こう、私はこういう人なんだよっていうのを政治家っていうのは積極的に表して、それを見てもらって選んでもらう、そういうことで名前を売るというんじゃなくて自分のやってることを知ってもらう、それは非常に大事なことだと思います。具体的に私が、台風15号があったすぐ後に某日新聞に投稿しました。いろんな情報を発信する、被災地ではどんなことが起こっているかを分かってもらわないと助ける人がどこに行ったらいいか分からないので、皆さん情報をきちんと、集めて集約して発表していきましょう、まあ、そんな内容のことだったんですけど、それを書いた時に議会であれは売名行為だからやめろっていうことを言われたりしました。もう本当とんでもないことだと思っています。なので、まあ、私はこうやっていろんな主張なりやっていることをなるべく皆さんに知ってもらうことをしています。まあ、そういうことを見て、あ、それはダメだなと思ったら仕方ないですけど、他の議員さんも、今年は市長選挙が11月にありますし、来年の3月4月には市議会議員の選挙もあります。非常に、あ、県会議員の選挙ももちろんあります。非常に皆さんにとっては身近な選挙で選びやすいことだと思いますので、少なくともそういった
皆さんが自分で選ぶ議員、市長、県会議員、まあ、そういったことは普段からチェックできるようにして、選挙の時だけではない普段からの行動をお互いに知り合うということが大事だと思っています。今日は参議院議員選挙に絡めまして、選挙の意義、どうやって選挙に臨むか、そういうことを熊谷知事の言葉をもとにお話しさせていただきました。7月10日を忘れず投票に行きましょう。ご清聴ありがとうございました。また来週もお会いしたいと思います。